表皮に多く存在するランゲルハンス細胞ランゲルハンス細胞は表皮に存在する樹状細胞の一つ。発見者であるドイツの医学者パウルランゲルハンスにちなんで名付けられている。骨髄で作られ表皮有極層に存在する樹状細胞であり、表皮全体の細胞数の2から5%を占めている。樹脂状の突起があり、皮膚免疫を司るたくさんのレセプターを持ち、 外部から侵入する細菌やウイルス、化学物質、カビ、放射線、紫外線、温熱、寒冷等の刺激や皮膚内部の状況を常に脳へ伝達し皮膚の均衡を保つセンサーの役目を担っている。輸送性で細胞内の抗原輸送を担うバーベック下流があり、抗原を樹脂状の突起で取り込むとリンパ管を通って特定のリンパ節に移動し、 抗原を T 細胞に提示し、これを監査する。監査された T 細胞が、皮膚に移行して抗原に出会うと、サイトカインを放出し、異物を殺傷したり炎症などを引き起こす。老化した皮膚では、ランゲルハンス細胞の数が低下しており、情報伝達が滞れば、微生物や化学物質などの異物は排除されず、侵入を許し、皮膚や体の健康的な営みが損なわれることになる。 ランゲルハンス細胞とアトピー性皮膚炎との関係について近年様々な研究報告がなされている。ランゲルハンス細胞は胃下受容体を持っており、胃下抗体を介してアレルゲンを捕捉しアレルギー反応を加速する。I 型アレルギーのみならず、方型アレルギー反応にも重要な働きを演じていることが判明している。また近年注目されるようになった病態論として、 表皮バリア破綻節、すなわちバリア機能の欠陥という皮膚の生理学的異常の分子レベルの解明が進んでいる。新しい発見として2005年、ランゲルハンス細胞は病原体の侵入があると免疫系細胞に警戒体制を取らせると考えられてきたが、それにとどまらず感染や炎症に対する皮膚の反応を弱めていることをエール大学医学部の研究者たちが 明らかにした。2009年、慶應義塾大学医学部、久保領事特別研究講師、天谷正幸教授らの研究グループは、ランゲルハンス細胞の細胞突起が、表皮に形成される皮膚バリアを突き抜けて、外界の抗原、遺物を取り込むことを発見した。アトピー性皮膚炎の病態の理解、治療法の開発に結びつく。 可能性が期待されるが、この領域でのランゲルハンス細胞の役割は、まだ十分には解明されていない。ありがとうございます。